いたします松本経済産業副大臣、えー、調査会にご指示いただいた項目に沿ってご説明させていただきますまずは現下の新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞それに伴う原油市場の不安定化など我が国を取り巻く資源エネルギーに関する国際情勢についてご説明させていただきますまず油価の動向についてご説明いたします2ページをご覧ください アメリカ、ロシアといった産油国の生産拡大により、原油市場は供給過剰となり、OPEC の協調減産が進められてきましたそうした状況の中、新型コロナウイルスの感染拡大を契機とし、原油価格を下支えしていた中国での需要が減少に転じ、油価は大きく下落をいたしました。3月上旬に オペックプラスによる協調減産が試みられましたが交渉は決裂し3月下旬には世界の代表的な原油価格市場でありますブレント原油価格は20ドル台まで下落いたしました産油国の経済財政や石油産業への打撃が懸念され株価も急落をいたしました4月以降協調減産に向けた調整が行われ4月12日 オペックプラスは日量970万バレルの減産に合意をいたしました。これは世界の石油需要である日量約1億バレルの約1割,1割に相当する大規模なものであります。しかしながら、3ページ目の床の推移のとおり、原油需要が一層減少する中、協調減産の合意後も床は下落を続けました。その後、5月初旬以降、欧米諸国による経済活動再開の動きなどが見られる中、 ブレント原油価格は30ド,ル台30ドル台まで上昇しています。当面、ゆかは不安定な動きが続くことが考えられます。引き続き原油動向、日本の石油事業者への影響を注視することが必要と考えております。なお、ご説明内容を補足するものとして、OPEC プラス減産合意の内容、昨年来の中東情勢について資料をご用意しております。ご確認ください。 次にこのようなエネルギーをめぐる国際情勢を踏まえ、日本のエネルギー安全保障を確保するための取り組みについてご説明いたします。まず、日本の現状についてご説明いたします。7ページには、我が国の原油、LNG 輸入の国別シェアを示しております。我が国は原油、天然ガスのほぼ全量を海外からの輸入に頼っております。中東情勢の緊迫化といった地政学リスクの高まり、 新興産油国の台頭といった供給構造の変化、国際的な資源獲得競争の激化が進むことが見込まれる中、資源の安定的かつ低廉な調達は引き続き重要な課題であります。我が国は海外での権益確保、国内の資源開発、燃料の備蓄によってエネルギーの安定供給を図っております。それぞれぞの取り組みについいてご紹介いたします8ページは 主なな海外権益獲得などのの取りり組みをままとめたものでありますアジアを中心とする新興国の台頭に伴い、需要量減少により、我が国の交渉力が低下する中、上流権益の獲得による自主開発比率の向上や、資源の調達先多角化の実現といった対策を講じています。具体的には、2018年2月に世界,の有,世界有数の埋蔵量を誇る、 油田の経営益を再獲,得再獲得した UAE や、2018年7月に日本企業が主導する初の大型 LNG プロジェクトである、XISLNG が生産を開始した豪州のほか、シェールガス由来の LNG 輸出が増加する米国や、北極圏に豊富な資源のポテンシャルを有するロシアなどと共同プロジェクトを戦略的に推進しています。次に 国内資源開発についてご紹介いたします国内資源は地政学リスクに左右されない安定的な資源であるためエネルギー安全保障の観点から非常に重要です石油天然ガスについては我が国周辺の潮流の速い海域など探査実績の少ない海域において昨年就航した三次元物理探査探査船探査を活用するなど機動的な探査や試掘を実施します メタンハイドレートは小さな体積から大きなエネルギーを生み出す日本近海に大量に存在するエネルギー資源です安定的にメタンハイドレートからガスを生産するための技術など今後の商業化に向けた技術開発をしっかり推進していけます10ページをご確認ください国内外の積極的な資源開発を行うとともに有事に備えて我が国は石油を備蓄しております 現在、国内消費量の200日分を超える量が確保されています。緊急事態が発生した場合においても、円滑に対応できるよう、平時より石油生成、元売り各社との連携強化、情報収集、共有を行っています。次に、日本のエネルギーミックスの進捗,進捗状況についてご説明いたします。13ページは、2018年7月に閣議決定いたしました。 第5次エネルギー基本計画の概要です2030年に向けて、エネルギーミックスの確実な実現のため、再エネについては主力電源化に向けて、コスト低減の取り組み強化、再エネの大量導入を支えるネットワークの整備などに取り組みます。原子力については、徹底した省エネや再エネの導入などに取り組み、原発依存度を可能な限り低減する方針のもと、 安全最優先で地元の理解を得ながら再稼働を進めていきます化石燃料については高効率火力の有効活用などに取り組み省エネについては省エネ法に基づく規制と支援策を一体的に講ずることとしております14ページはエネルギーミックスの推移を示しておりますエネルギーミックスは将来の需給構造の見通しですあるべき姿として 3E プラス S すなわち 安全性の確保を大前世に安定供給経済効率性及び環境適合について達成すべき3つの政策目標をバランスよく達成する姿として示したものであります上段の棒グラフは日本におけるエネルギー供給全体のエネルギー構成の推移を下段の棒グラフはその中での電力部門における電力構成の推移を示しております15ページでは 震災前から現在ままでのの電源構成などの進捗を示しております2013年度と比較をいたしまして、2018年度にはエネルギー期限 CO2 排出量が12.4億トンから10.6億トンまで減少、電力コストは年間9.7兆円から8.5兆円まで減少、エネルギー自給率は7%から12%まで改善いたしました。 先ほどご説明させていただいた取り組みにより、いずれの指標についても着実な進展が見られております。他方、ミックスの達成はいまだ道半ばの状況にあり、確実にミックスを達成するため、引き続き取り組んでまいります。続いて、再生可能エネルギーについてです。18ページをご確認ください。FIT 導入以降、日本の再エネ比率は大幅に拡大しており、 着実に再エネの導入は進んでいます他方電力の安定供給を確保しつつ再エネの導入を進めるためには系統制約への対応が必要です様々な対応を行ってもなお電力の供給が需要を上回る場合には再エネの出力制御を行うこととしておりそれを前提とすることで再エネの接続を拡大しています九州では2018年度から出力制御を実施していますが 今後の一層の再エネ導入拡大に向けて、電力系統の整備、運用面において、さらなる対策を講じてまいります。19ページをご確認ください。その対策の一つが、日本版コネクトマネージの推進です。系統制約の克服に向けて、まずは既存系統を最大限活用すべく、一定の条件の下で、 系統へのの電源の接続などを認める仕組みであります日本版コネクトマネージを導入しており、効果も確認されております。続いて20ページをご確認ください。二つ目の対策が電力系統の整備です。既存系統の利用には限界があり、今後のさらなる再エネ導入拡大には、系統自体の増強が必要となります。このため、すでに地域間、地域間連携線の増強や、 東北北部における電源募集プロセスなどの地域系統の増強を進めています。さらに、今通常国会において、プッシュ型の系統形成と、系統増強費用を全国で支える仕組みを導入するための制度整備にかかる法案を提出したところであります続いいて21ペーージをご確認ください3つ目のの対策が分散型エネルギーシステムの構築です。 分散型電源である再エネの特性を生かし、地域のレジリエンス向上と地産地消型のエネルギー供給を目指す分散型システム実現への取り組みを進めております。具体的には、災害時に自律的な電力供給を可能とする地域マイクログリッドの実証を実施するとともに、配電事業に関する必要な制度整備案を今通常国会に提出いたしました。続いて22ページをご確認ください。 再エネの導入拡大に向けては、系統制約問題への対応に加え、蓄電池の普及拡大が重要です。蓄電池は、系統安定化のための調整力、自家消費の促進、さらに災害時の電力供給源としても期待される技術である一方、今後の普及拡大には、技術面の検証や低コスト化が課題となっております。そのため、蓄電池を導入した実証事業や、革新的電池の技術開発を通じ、 蓄電池の普及拡大に向けて取りり組んででいるところであります続いて23ページをご確認ください。新たなエネルギーの一つである水素は、運輸、産業、電力などのさまざまな分野での利用が可能であり、余剰再エネの貯蔵機能としても期待されています。2017年に水素基本戦略を策定し、水素の製造、輸送、貯蔵、利用での技術開発、 市場創出を実施するとともに、2018年から水素閣僚会議を日本で開催しております。昨年12月には、神戸で世界初の液化水素運搬船が浸水し、今年3月には、世界最大級の水電解装置により、再生可能エネルギー由来の水素製造実証を行う、福島水素エネルギー研究フィールドが開所いたしました。引き続き続 水素社会実現に向けた取り組みを推進してまいります。このように再エネを日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定的な主力電源にしていくため、必要な取り組みを一つ一つ進めてまいります。次に具体的な温室効果ガス削減の取り組みについてご紹介いたします。パリ協定に基づく成長戦略,の成長戦略として、しての長期戦略で示されているとおり、 日本は2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比26%削減するとともに、2050年までに80%削減し、今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会を実現することを目指しています。日本は順調に温室効果ガスを削減しておりますが、今後の温室効果ガス排出量の大幅な削減は、従来の取り組みの延長では実現することが困難であり、 非連続なイノベーションを実現していくことが不可欠です。その具体的な取り組みをご紹介いたします。25ページの火力発電所の火力発電の高効率化、高効率化に関する資料をご覧ください。現在、広島県の大崎上島では高い発電効率が期待できる石炭ガス化複合発電、いわゆる igcc に co。2の分離回収を組み合わせた実証事業を実施しています。 今後は IGCC に燃料電池を組み合わせたさらに高効率な火力発電である石炭ガス化燃料電池複合発電、IGFC の実証試験も実施する予定です。IGCC、IGFC の実用化により、環境負荷の少ない石炭火力発電が活用,になり活用可能になります。また、今年度から大崎上島はカーボンリサイクルの実証研究拠点として整備されております。 26ペーージのカーボンリサイクルに関する資料をご覧くださいカーボンリサイクルとは CO2 を資源として捉え回収して化学品や燃料コンクリートなどの原料に再利用する日本で考案されたコンセプトです具体例としては人工光合成や CO2 を吸収するコンクリート製造技術などがあり実用化に向けた技術開発を進めています 27ページの CCS に関する資料をご覧ください。CCS とは、二酸化炭素を大気に放散する前に回収し、地下へ貯留する技術を指します。CCS は将来の脱炭素化を実現する上で鍵となる技術であり、苫小牧における CCS とカーボンリサイクルの実証拠点化を進めます。このような様々なイノベーションを通じ 世界の CO 2の CO2 実効的な排出削減に貢献してままいります一昨年の北海道胆振東部地震、昨年の台風第15号、台風19号等による大規模かつ長期間の停電を踏まえ、強靭かつ持続可能な電力の供給体制の確保が重要な課題となっております。このため、今通常国会にエネルギー供給強靭化法案を提出しております。 その主な内容につきまして、ご説明いたします。29ページをご覧ください。一般送配電事業者に対して、災害時連携計画の策定を義務付け、事業者間で連携するのみならず、自治体や自衛隊といった関係機関の災害時における連携を強化するための措置を講じます。災害時連携計画とは 台風や地震といった災害時においても電気の安定供給を可能にするために事業者が作成するものですこれにより電源車の地域間融通など事業者が柔軟に災害に対応することが可能となります次に三十ページの左の図をご覧ください全国の送電鉄道の多くが建設から四十年から五十年経過しており既存設備の更新の必要性が高まっておりますこのたべ 送電鉄塔などの送電・送配電設備の老朽化の程度を把握しつつ必要な投資をタイムリーに行うことが電力システムの強じ強靭化にとって重要ですそこで一般送配電事業者に対し送配電設備の計画的な更新を求める制度を整備いたしますさらにレジリエンス強化のための必要な送配電投資を事業者が着実に実施するととも同時にコスト効率化にも取り組むため 託送料金制度改革を実施します32ページをご覧ください昨年の台風第15号では東京電力管内の鉄塔や電柱が倒壊損傷しましたこれを踏まえ鉄塔や電柱に係る技術基準を見直すなど電力供給設備の強靭化を推進してまいりますこうした取り組みを通して強靭かつ持続可能な電気の供給体制を確保してまいります 以上が経済産業省からの説明になります次に、環境省から説明を聴取いたします。佐藤環境副